後ろに見えているのが関門橋です。この素敵な夜景を見ながら今から下関名物のフグをいただきたいと思います。下関は日本で初めてフグを食べることが許された場所です。それではいただきます。まずはフグ刺しからいただきたいと思います。フグの甘みとネギの辛みがうまいことマッチングしてちょうどいい塩梅になってます。それでは次はフグのお寿司。食べた瞬間にフグとポン酢が絡み合ってすっごくいい味を出してます。すごい。めちゃくちゃ味が染み込んでます。この味は絶対に下関でしか食べられないです。ぜひトライしてほしい。いい景色を眺めながら、美味しい料理を食べていただけるというのが、まあ、すごい売りになっているかと思います。綺麗な海、海の幸がいっぱいありますので、まあ、フグだけではなくて、まあ、アンコウですとかクジラ料理、そういったものも、お店にもございますので、ぜひ一度こちらの方をお召し上がりいただければと思います。皆さん、フグと聞くと毒のある魚ということで心配される方も多いかもしれません。でもこちら下関のフグは職人さんによると日本で最も厳しい試験を突破した調理人の方が調理をされている 100% 安全なすっごく美味しい料理です。なのでぜひ皆さん、この下関に来てこのフグ料理を味わってほしいなと思います。